本日は当チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。スイートホーム第11話プレイしていきましょう。さて前回はアキコ、アスカ、エミの女性陣3人が砂の敷き詰められた部屋に閉じ込められ、何をやっても脱出できないという絶望のままに終了したのでしたね。今回はその続きになります。つまり引き続き絶望からのスタートです。本当どうしたらいいんでしょうね。ロープでは引き上げられないし、自力では脱出できないし、どうせこのまま出られなかったらゲームオーバーだし、マサオも下ろしてフレスコ画を撮影してみますか。行くぞ。よし、調べよう。一郎もヒントを与えたいなら、もっと直接的に言ってくれないかな。お、なんだなんだ。うわあ、みんながぐるんぐるん回ってる。なるほど、こうやって魚釣りみたいにすくい上げるのか。よし、全員助けられた。もし流砂に吸い込まれてたら、どうなってたんでしょうね。どこか遠くに吐き出されるくらいならいいですけど、外の骸骨を見る限り、楽観視はできません。ここは流される。これまた入る場所間違えたら、ゲームオーバーなやつですよね。
すまん、マサオ。一人で見てきてくれ。マサオ。よし、助けられた。なんだよここ、流砂しかないし、ただの悪質なトラップかよ。マサオ、もう一回だ。マサオ。失敗した。また失敗。よし、助けられた。また、ただのトラップだったし。もう入り口を見つけても、入らないようにしよう。この赤い川みたいなの、複数で渡ると後続が流されてしまうから、一人ずつ行った方がいいかな。この壁の向こうに棺ですか。壊せそうにはないし、ぐるりと回るのかな。
よし、いけた。アキコに状態異常は通じないぜ。山村さんの仲間ですかね。え、ちょっと待って。本気で言ってる。今さら、それらの道具を集めてこいと。いろんなところで交換して、もう、どこに何があるかもわからないのに。おいー。勘弁してよー。もうさっさとクリアしたいんだよー。もう一度、考え巡りをしてこいっていうのかよー。今持ってるのは写真だけ。あとは日記と土偶と子供の棺か。ああ、ここに出るのか。子供の棺を交換して。残りは、土偶と日記か。日記の場所は、わかる。ただ、土偶はな。土偶はどこだったっけな。ほい、日記がありました。最初の場所から動かしてなくてよかったです。じゃあ、ものすごく面倒ですが、また館内を捜索してきますか。見つけるまでは早送りです。あったー。思ったよりも早く見つかってよかったです。まあ、それでも十分いろんなところ探しましたが、こういうのは、ほんと、もう勘弁してほしい。
それで、この道具たちをどこで使えばいいんですか？さっきの部屋のフレスコ画のところかな。やはり、どこで使うとは言ってませんね。とりあえず、道具を整理しときましょう。土偶、写真、日記、子供の棺、順番通りに並べておきました。じゃあ、フレスコ画を調べましょう。先に掃除か。何言ってんでしょうね。多分、青いともしびっていうのは、青いろうそくのことでしょう。フレスコ画に使うのかな。違うみたいです。ええ、どこで使えばいいんですか。夫人の部屋にでも行ってみるか。あ、そういえば、まがまがしい像のこと忘れてたな。これか。おお、乗せられた。知ってる。心も違う。まさか、もしかして、他の2体にもろうそくを乗せる感じですか。おいー。さっき、もう、アイテム捜索は勘弁してほしいって言ったばかりでしょうが。はあ。仕方ない。もう一度、捜索してきますか。本当に、これで最後にしてほしい。あったー。猫の部屋にあったー。よし、置いてこよう。
これであと一つか。前半では見かけなかったアイテムだからあるとすればこの付近のはず。そういえばこのフレスコが調べてなかったな。ふむ、夫人に対して使用するんですね。あったー。よし、これでようやく先に進めるぞ。戻りましょう。ろうそくを乗せて。万が一ボス戦だった時のために備えて準備をしておこう。心を使ってみよう。あれ、何も起きない。うん。あ、ライターで火をつけるのか。正解でした。そして、心を使う。よし、進める。嘘だろ。この上まだ新しい面があるっていうのか。早い早い。あれー、マジか。こんなところを進んでいけと。早い早い。そして多い。これ無理でしょう。全然前に進めないんですが。いやいや、無理無理。誰だ、山村さんか。そしてこれはボス戦のヒントなのかな。夫人が殺すと叫んだら土偶を使うようですね。それはいいとして、前方から迫ってくる人玉3体。
回避できる気がしません。果たしてボスまでたどり着けるんだろうか。なんで死んだの？全然逃げられないし。戦闘中に呪いは治せないのか。もう倒すしかないのか。結構強かった。一人で行くのは危険ですね。しかしあの数の追尾してくる高速人玉をどうやってかわせばいいのか。夫人が現実逃避したら写真を突きつけてやればいいのですね。うむ、地獄だ。3人揃って抜けられる未来が見えない。今度は公平だ。公平、思ってたよりもふっくらとしたおじさんだな。少しずつ進んでる感じはするけど、きついな、これ。もう、進展があるまで飛ばすか。全然進めない。待てよ、交代して正雄をおとりにしたらいけるんじゃないか。よし、今回は失敗したけど、多分この方法でいけるはず。アキコのパーティーが人玉に追い詰められたら、マサオに交代して引きつけて、また交代しての繰り返しだ。おら、来いよ、人玉ども。こっちだこっちだ。
今のうちに進もう。また交代。こっち来いよ。へーへー、こっちだぜ。お兄さん、こちら。オラオラオラ。しかし、全然道がわからんな。ふむ、ここが正しい道筋か。行き止まりだけど。あ、もしかして。やっぱり行き止まりに来ると自分たちの霊が現れるの。そして、それを倒すと道がつながるみたいです。これは、いつ使えばいいのか、微妙なヒントですね。やはり、山村さんか。マジで何者なんだ。マサオは思っていたのと同じだ。アスカ、こんなんだったんだ。時代を感じるファッションですね。出た、間宮夫人です。なんか殴りながら言葉でも詰めてます。殺してやるが出ました。土偶を使いましょう。
これは現実逃避かな。写真を使いましょう。あれ、セリフが変わりませんね。日記を使ってみますか。初めからやり直しだと。土偶を使って。写真を使って。で、日記は違ったから、子供の筆。違う。あ、心か。変身した。死ねって言ってるから土偶を使ってみるか。違うな。日記を使ってみよう。また心か。あれ、初めからだ。心を使うタイミングが遅かったのかな。まずに。そして心。子供の棺。まだか。出た。子供の棺を使いましょう。よし、追い込みましょう。
したか。早い早い。セリフも展開も早い。間宮夫人がなんかいい感じに成仏してます。山村さんってもしかして一郎なのか。そして最後は不気味な使用人と共にエンドロール。ちょっと待って、この感じ、まさか館が崩れたりしないよね。崩れたし、中にいた使用人たちはどうなった？そして、いきなり現れた振り向き男。誰だよ、お前。誰か一人でも死んでたら、この画面も変わってたんだろうか。ええ。本当に振り向き男だったし。ちょっと待って、これで終わり。特にボタンを押しても反応しないし、終わりっぽいですね。ええと、お疲れ様でした。これで、スイートホームはクリアになるようです。そうですね。感想を一言で言うなら、すごいゲームでしたね。音楽はなかなか良かったですし、要所要所で探索に必要なアイテムを集めていく、というシステムも、バイオっぽくて楽しめました。しかし、やはりまだ荒削りというか、探索ゲームのアルファ版といった感じでしたね。洗練されていく前の、原石のようなゲームだったと思います。楽しめた部分も多かったですが、同じくらいストレスを感じる部分も多かったですね。まあ、でも簡単にクリアできるゲームよりも、こういう苦労したゲームこそ、記憶に残っていくのでしょうね。私も、マサオが真っ二つになったシーンとか、その後も仲間が呪われたり、金縛りにあったりするたびに感じた恐怖とか、ずっと忘れられないと思います。エンディングはさらっとしてたので、すぐ忘れそうですが。あと、最後に出てきた振り向き男は、誰なんでしょうね。たかし。そういえば、たかしって、どうなったんだろう。あの、子供の棺が置かれていた場所にいた、死にかけの半身男がたかしだったのかな。まあ、いいか。本日はご視聴、ありがとうございました。また別の機会に、別のゲームで、お会いしましょう。またね。